いやーね、みんなが言いたいことはわかるわかるわかる。あれでしょ、ボイズンアーマーでしょ。うん、わかるわかる。お前キーボードで文字打ってて、お前普通 P と B 間違いねえだろって思うじゃん。いや、それが間違えるんだな、これがまた。ちょっと待って、聞いて、原因があるんですよ。僕最近ちょっと体調をいろいろ崩してまして、熱がねずっと続いてたんですけど、その前回異世界クラフトを取った時に、その朝って体温が低いっていうことを知らずに、その熱を朝測ったら、お36度7分、よっしゃ熱下がったぜ、ひゃふーみたいな感じで実況取ったの。でもその朝測った状態でこう熱ないと思い込んでこう実況撮ってたんだけど、実況撮った後にお昼にまたもう一回なんか念のために測っておこうと思って測ったら37度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 
て待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 て、トラブルいらないからそういうの、あの漫画のトラブルじゃないです。とりあえずあの前回ごじったのは熱のせいっていうことにしておいてください。はい、すいませんでした。いやどうも、僕の名前は人参マン。今日も世界の平和を人参で守っていくぞというわけでどうも皆さんこんにちは、ピクトです。今回もね異世界クラフトやっていこうかなと思います。はい、あの人参になりました。はいまあ、特に何も能力ないんですぐ戻るんですけども、あのですね、今回なぜこんなところにいるかっていうと、前回の花の世界でそのボスを召喚するためのアイテムを手に入れるなんか作業会的なのをね軽くやろうと思ったんですよ、今回は。今日僕でもなんか僕熱出ちゃって、その間なんか暇だったんでもう作業しちゃって、もう手っ取り早く自分で集めてしまったんですけども、本当はねもうたまにはまったり作業枠みたいなやろうかなと思ったんですよ。なんか他の人のねマイクラの実況よく見るようになったんですけども、まあ、意外とみんな内容が薄っ。アイテムはねこんな感じでね集まりました。はい、このスモールレッドペタル、グリーンペタル、ブルーペタル、オレンジペタル、パープルペタルと、多分右下の方に作業風景は若干載せてると思うんですけども、この5枚を手に入れるとボスを召喚するアイテムを手に入れることができます。でこの前回手に入れたこのフラワーキャノンなんですけど、まさかの2個手に入れちゃうっていうね。で能力を見たんですけども、これ撃つとですね相手を毒にすることができます。その代わりダメージが14だから、多分ウルトラキャノンと一緒なんだよね。ウルトラキャノンと同じダメージ量なんですけども、まあ、撃つスピードが遅いんですけども、まあこれはこれでまた使えるんじゃないかなと思います。であとですねまあなんで今人参になってるかって話なんですけども、この人参倒したらまさかのね、まさかのこのキャロットキャノンって落としたんですよ。これ人参のキャノン砲ですね。でこれ能力がね意外と強いんだよこれまさかの24レンジのダメージ量だから、結構ダメージ量大きくて、ファイヤーズスーパームーブメントインパーリングプロジェクタイルズがよくわかんない、撃つスピードがスロースピードで、コンシュームズを見てもらいたいんですけども、このねキャロットキャノンを撃つためには人参が必要だから、まさかの人参を撃つことによって24ダメージ与えられるから世界救えるから人参で。でボスを召喚するアイテムの作り方なんですけども、このなんか前回カニがいたところあったじゃないですか。このカニがいるところのなんか2階に行けるらしくて、その2階でなんか作れるらしいんですけど、どこにあるかがわかんないんだよね。どっから行っから行けたのか気づかなかった。端っこがあったみたいね。ここに行くと多分なんか台座見て、あった、これ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 で多分持った状態だったら多分大丈夫だと思うんですけど、行きますよ。はい、お、できたか。あ、できたできたできた、ペタルパイル、これになります。でこれを前回なんか迷宮みたいなとこ行ってまた使うとボスを召喚できるみたいな感じかな。というわけでここにねワープしてきました。ちょっと怖いんで先にねやっぱボス戦をするにあたって一番ね、まあ、やっておくっていうのはバリケードを作るとこバリケードを作りましょう怖いんでボス、怖い、本当にボス怖いんで、ちょっとなんかこの辺からちょっと囲っとこうで、あんまりなんかこっちが壊れないようにしようです絶対。完璧ですね、これで多分大丈夫でしょ。こんだけだったら、あ、どうなんだ、ビームとか使ってくるかな。ビームとか壊れたらそれは怖いんで、ちょっと一応様子見として、ちょっとこういうの置いとくか。ちょ、壊れたら一応ここに置いてますね。はい、これで、若干見れる、若干見れる、早く出たらこう様子見できるけど、一応こっからもまあワンチャン見えますみたいな。ここから様子見る感じで行きましょう。チキンプレイすぎるどんだけチキンなんだよ。じゃあいや早速ね、ボス侮っちゃいけないですからやっていきましょう。フラワーキャノンも最悪撃てばさ相手毒にできるから、ちょっと使ってみるか。行くぞ。はい、うわでかい腹でかい花出てきた。音楽めっちゃかっこいい、ドンキーコングとかで流れてきそう。あ、待って、飛ばしてこねえぜこれ。待って、あいつ飛ばしてこないぞ、武器じゃない、攻撃。いくぞ、毒食らうかな。はい、あ、毒食らう、勝った、勝ちました。これ勝ったでしょ、完全に。マインドブラスターとかめっちゃ強いからね、マジで。うわ全然当たってない。当たった当たったかもしんないけどわかんない。こいつの生態は、え、
待って、こんなさ、色とりどりだったっけ、あの鼻のやつ。なんか普通のモブとして現れてくるときは、今地図に見えるようにピンク色しか出てこないんですけど、ボスが出た場合は青色とかなんか緑色みたいのもいっぱい出てくるっぽいですね。うわ、怖っ、怖っ。攻撃当たるかな。え、あと、あ、待って、あ、モブキャラでなんか剣が効かないやつもいるし、弓とか銃弾が効かないやつもいる。なんかいろいろめんどくさい雑魚敵を召喚してくるんだこいつ。まあ、その割にはボスは全部効いちゃうみたいなね。モブの方効かないのになぜかボスの方は全部効いちゃうみたいなね。なんか不憫すぎるでしょ。なんか逆にかわいそうになってくるわ。うじゃうじゃいすぎなんでお前らマジで。人参食らわせるかな。人参燃えるかな。人参、あ、燃えないか。なんかさ、ちょっとファイヤーズスーパームーブメント回だったから、なんか燃えるかなと思ったんですけど、どうやら燃えはしないですね。マインドブラスターで一掃してるぜお前らのことなんて。行くぜ、行け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 。全然わかんねえ。つうかボス、ボスがさ、なんかいまいちなんかよくわかんねえんだけど、これさ、待って、開けたら来ちゃうかな。賭けに出る。これで来られたら飛び続けます僕は。こない、あ、来ない、来たー。勝ち確ですわこれは。頭でかすぎんだよマジで。フジモンじゃねえかよ。え、マジで余裕じゃん。え、ガチで余裕じゃねえ。だって、あ、こいつらもちゃんと吸収できるんだ。あ、こいつ剣効かない。緑色は剣が効かないっぽいね。なんかあれから一斉にさ攻撃できる魔法みたいのってないのかな。なんか基本的にさ、このモッドのさ武器ってさ1体にしか攻撃当たんないじゃん。範囲攻撃みたいのもあればさ楽しそうだよね。なんかそういうのあったらぜひ使っていきたいんですけど、なかなかないよね。うわー、ちょっと攻撃当たんないやつ来るとめんどくさいな。マインドブラスター、マインドブラスター強いぞこれは。もうなんかだいぶ飽きちゃったから。こいつあれだね、こいつ戦う方法マジで召喚ぐらいしかないんじゃないか疑惑が俺の中であるんだけど、召喚だけやったら相当弱くね。だって直接攻撃みたいないんでしょ。ビームとか、ビームとか持ってたら結構厄介だと思ったんだけど、特に、あ、召喚以外ないっぽいな。痛い、ジャンプ力があんなこいつら。敵生まれすぎなんだよ。って、うじゃうじゃ、来た来た、正面正面に来ればこっちのもんよ。よし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 。これでもしさ、こいつら倒してハンタースキル上がるとかだったらさ、めちゃくちゃうまかったのにね。いや、敵の量やばいってマジで。敵の量がやばいってマジで。こう、キモすぎる。キモすぎる。ボスどこ？ボス、あ、いた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 。こいつ優先的に倒していこう。体力多いからさ、やっぱり。2000とかあるとなかなか時間かかるからさ、ボス倒した後アイテム拾えるかが不安なんだけど、こんだけ敵いるとさ、本当にアイテム拾えるってなるんだけど、怖マジで。まあ、でも一応多分、倒せてるから減ってはいると思うんだけど、ボスいる？あれ、ボスは定期的にちょっとボス見ないと。あ、待って、あ、痛い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 。あの、消えないでください。途中で消えないでください。もう、もう大群がやばいって、なんかここまで来られると逆にサムネに映したくなる気持ちが出てくるんだけど、やばすぎるこれは。やばい、ボスがなんか、ボスがこいつなんか、自らハマりに来た。こいつバカだ。よっ。不憫すぎるマジで。サイズでかすぎてめっちゃ攻撃当たるんだけど、やばい、押し出してしまった。わざわざ押し出してしまった自分から。ちょ、待って、体力なんだか見えないんだけど、こいつ。待って、ちょっと離れないと。あ、295だから、そろそろ、ちょっと待って、キャロットキャロン使う出番が来たんじゃないか。人参の力、解くとご覧あれ。行くぜ。ヘイ。ヘイ。人参で世界を救います。オッケー、倒してきた！来たー！ちょっと待って、アイテム何を落としたのか全然わかんない。ちょっと待って、一回こっち来い。みんな集合！集合！集合！はい、みんな集合！みんなこっちですよ、こっちですよ、みんな集合。オッケー、今チャンス！今がチャンス。オッケー、なんか落としてる、絶対。オッケー、痛い痛い、痛い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 。オッケーオッケー、さすがになんか落としてるだろう。音楽終わった。音楽が終わった。あ、なんか来たー、なんだこれ。かっこいいや、ボスの像と、これだね。ロジディアンソード。10% チャンストゥスポンは、フライダリーロジ、あ、え？あ、10% の確率で、フラワー召喚できる。味方かな、もしかして。え、味方を召喚するパターンのやつ？待って、ちょ、一回、ちょっと待って。え、これ振ってるだけじゃダメかな？当たんないとダメ。あ、来た！来たー！なんか、え、倒しちゃった。え？倒しちゃったんだけど、俺。え？俺、もしかして味方倒した今、だって。スポーンしてきたのに倒しちゃったじゃん。あ、これか。こいつを召喚するっぽいね。このなんか、ちっちゃいこの、何これ。なんか生まれてきたところでって感じなんだけど、まあ、やっとね、この世界はもう完全に制覇したね。中ボスまだ見つけてないけど、あ、中ボス見つけてないな、そういえば。そうか、中ボス探しに行くっていうのもちょっとありかな。なんでボス倒した後に中ボスを見つけに行くっていうのかよくわかんないんですけど、まあ、一応見てないんで、まあ、行ってみるっていうのもありなんじゃないかなとは、僕は思っています。では行きますか、もうさすがに。さすがにもう鬱陶しいもんね、こいつらここにいてももう。え、ちょっと待って、みんな聞いてくれ。
ちょっと待って、みんな聞いてくれ。この世界についてちょっと調べたの。そしたらさ、ボスが落とすアイテムってなんか4種類か5種類あって、僕が今拾ったのなんかこのよくわかんないちっこい剣拾ったじゃん。なんかね、一番見た目がね、ハズレだったなんかね、もう本当になんか今ポッて出てくると思うんだけど、他の武器とか杖がめっちゃかっこいいのに、なんか僕が拾ったやつだけめっちゃなんか雑魚そうなやつ拾っちゃったんだけど、最悪じゃないなんかめちゃくちゃかっこいいのなんか落とすのにさ、全然なんかなんかしょぼそうなの落としてさ、マジ最悪なんだけど、せっかくだったらかっこいいやつ落としてほしかった、マジでマジでなんか運なくない、そういうとこで運なくない、ほんとに。中ボスのオーラが出ている。これは中ボスのオーラじゃないか。え、これ中ボスでしょ。このなんか黄色い、黄色い、これ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 、あ、いた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 、あ、こいつ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 、来た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 、意外と早く見つかった、気持ち悪いなんかひまわりっぽいんだけど、なんかムカデみたいなひま、キモキモ、シンプルにキモいあ、回復する、うぜえこいつうぜえこいつ、回復しやがる、めっちゃお前は毒の剣にしてやる、一生毒ってやがれ。回復するだろうけど、あ、待って、人参使うしかない、こういう時は。24ダメージだったらさすがに回復を上回るだろう、オッケー。で、特に武器とかは落と、あ、待って、なんか、あ、この世界のあれか。そうか、中ボス倒すとこの世界のレルムストーン落とすんだ。え、武器落とさなかったんだけど、悲しい。というわけでご視聴いただきありがとうございました。まさかのね、ハズレ装備を引いちゃったんですけども。まあ、花の世界制覇できたし、いいんじゃないかな。これさ、キャロットキャノンさ、結構でかいし、かっこよくね、これ。あ、間違って打っちゃった。まあ、とりあえず、終わりにしようかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。